新年明けましておめでとうございますということで2024年もよろしくお願いします。ケベでございます。これカメラさ、今も思うんやけど、どこ見たらいいこれは。ここでみんなと目が合ってる、ここでみんなと目が合ってる、こっちやんな。ということで今回は横中の動画、新年一発目何をしていくかと言いますと、やっぱ視聴者と電話がしたい、なんかやばいやつみたいになってる、視聴者と電話したいというか、新年の抱負ね、みんな考えたりするやんか。2024年こうしたい、こうなりたいみたいな。ちなみに俺は登録者100万人、あとヒカルさんとコラボ、これはもうずっと夢っていうというか、この2つはもう絶対に今年叶える、もう何が何でも首もげても叶えるっていう感じの抱負なんですけれども、みんなの抱負を聞いていこうということで、電話して、インスタでな、いつもと同じインスタで視聴者と電話してみんなの抱負聞きながらちょっと喋っていこうというコーナーです。やっていきます。もうかかってきてる。もしもーし。もしもし。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。僕の視聴者様でよろしいでしょうか。あ、そうです。チャンネル登録していつも見てます。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おいくつですか。誕生日12月なんですけど、次21になります。次12月めっちゃ、今ほぼ1年後21になる。今20です。あ、なるほどね。20歳。え、じゃあ成人式ってこと。なんでも次、もうすぐ成人式です。なんでも、なんでも成人式、もうすぐ成人式です。今回の企画が視聴者の人の新年の抱負を聞こうということでやってるんやけど、大学生、今大学2年なんですけど、今短大で次は3月で卒業なんで。なるほど。なんかある新年の抱負。就職先も決まって4月からも社会人になるんで。え、ガチ俺の編集者とか。いや、それではないですけどそれはあんましたくないか。それはそれはあんましたくない。まあそれはまあ置いといて置いといてな。もう置いとこ置いとこ。新年の抱負は就職して、まあ1年目なんで、まあ少しでも仕事を覚えていって、うん、まあ早くその会社に役に立てるようにってことですかね、うん。めちゃくちゃ真面目やな。俺の視聴者にしては珍しい。俺の動画いつもどういうのを見てくれてる。まあ料理作ってる動画。ああ、やっぱブロックした方がいいかな、今年も。いっぱいしちゃっていいんじゃないですか。あ、いっぱいしてる方がいいんか。そうよな。ちょっと鬱陶しいやつら全員片っ端から今年もブロックしていくからよろしく。あ、もういつも楽しみしてます。ありがとう。今年もよろしくお願いしますということで失礼します。ありがとうございました。失礼します。はい、次来ました来ました来ました。もしもし。あ、もしもし。あ、二人目です。あなたが。あ、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いつ頃から俺の動画見てくれてる？めっちゃ前やん。2年前。じゃあ、早速聞きたいんやけど、今年の抱負をちょっとみんなに聞いてて。なんかある ?2024 年抱負。今年の抱負は、はい。高校受験に受かって高校生活を楽しみたいです。おー、いい、めちゃくちゃいい抱負。中3か、じゃあ今。中3です。もう今1月やから、もう来月とか？はい、来月です。ガチ。え、どうな、勉強結構もう進んでる。進んでます。あんな、俺はな、ちょっと勉強に関して何もアドバイスすることがなくて、実は。高校入ってまず1年目で留年しかけて、大学は留年して中退したから、ちょっとな、学業においてアドバイスないんやけど、はい、君ならできるよ多分、はい、ありがとうございます。知らんけど、初めて喋ったけど、知らんけど、全然知らんけど、はい、俺の動画を見て学べること学んでいてほしいなっていう感じかな、はい、原文とかな、使えると思う俺の動画は、はい、君素直でいこうやな、はい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 言うて、お前それな、もう それでも社会人まではいけるから、はい言うとったらええから。もう作文ってほんまなん使います。そこははいよ、お前はいって言わな。じゃあ、今年もよろしくお願いします。受験頑張って。はい、ありがとうございます。応援してるわ。失礼します。いい。次来た、次来た。もしもーし。もしもーし。おー、やばいやばい。ちょっとやばいやばい。しー。ほら。君何歳？12歳。お、クソガキやないか、お前。何してんの、お前、この時間から。学校は、ないか、今日。サボりました。サボってんな。何サボってんの？ほんまに学校ある？今日ないやろ。ある？ないです。ないんかい、じゃあサボりちゃうやん。新年の抱負を聞いて回ってるんやけど、視聴者のみんなに。はい。元気がええな。野球部か？はい。ほんまか、何でもはいはい言うととはええもんちゃうぞ。はい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 言うて、お前それな、もうそれでも社会人まではいけるから、はい言うとったら。おい、ちゃうで。え、新年の方法教えてよ、ちょっと。勉強する。ええやんええやん、勉強する勉強する。中学だってむずいか、勉強。やっぱ小学校とどう違うんや、勉強は。範囲が広いです。範囲が広いな。中学校だって最低何点取った。3点取っちゃってるね。3点か。1問しか正解しんかったか、それ、はい。なるほど。君は才能があるから、きっとこの先やっていけるよ。マジっすか。うん。挨拶という才能で、勉強の才能じゃなくて。はい。元気よく挨拶していこう。はい、頑張ります。頑張ってください。切りました。 OK、 次の来た。もしもーし。こんにちは。あ、こんにちは。最近見始めて結構見てます。え、キッズ何歳？何歳？え、10歳です。10歳？ 10 歳。この世10年目なん？まだ10年目はどう、どんな感じ？10年生きて、うん、どうやろ。うん、どうやろ。怖がるみたいな感じやっぱり10年目にして怖がりなんや。じゃあちょっと早速やねんけど、新年の抱負っていうのを聞いてて、分かる？抱負って。え、まあ、エロ用語みたいな感じやねんけど、まあ今年の目標みたいな。なんかあれかな、サッカーしてて。サッカーしてるよな、昔からな。あれやんな、ボランチやな。いや、キーパー
キーパーやな。だって手使いたいって言っとったもんな。サッカーやりたいけど手は使いたいって言っとったもんな。サッカーでなんか目標があんの？上手くなってプロになりたいっていう。めちゃくちゃいい夢やん。じゃあプロになったらちょっと俺のことさ試合に招待してよ。頼むで。それ楽しみにちょっとしとくわ。学校に好きな子とかおる？うん、おる。おるんや。どんな子どんな子？可愛い子かな。おい、俺誰10歳何のろけ話聞かされてんの？やばいやん。告白した？してない。あ、そろそろしようかなみたいな。お前のろけてんちゃうぞお前ほんま。楽しそうでええな。じゃあ11年目も12年目も楽しんでてな人生。はい、ありがとうございます。はい、またね。最後一人聞こえます？もしもし。おいくつでしょうか？15歳。中 3？ 中3。じゃあ早速聞いて、ちょっと新年の抱負をみんなに聞いてってるんやけど。ないんか。じゃあなんでかけてきてんお前。もうすごい度胸やな。これ新年の抱負聞かせてくださいっていう企画やな。お前ストーリー見たやろ。見ました。どうしても俺と喋りたかったわけやな。やっぱケベと喋りたかったやな。いつも見てくれてる？見てます、ね、めちゃくちゃいい子や。もう君何でもいいよ。もう抱負言わんくてもいいよ。もう何でもいい。もうキャンディーあげる。どの動画が好き？普通にユニバ行ってる動画が。ユニバ好きっす。ユニバ行ってる動画？めっちゃ前のやつ。あ、そうそうそう。あ、なんか1日で何個乗れるかみたいなやつ。あ、そんな感じっす。あれ、見てくれてんの？あれ見てくれてるのレアやな。ちょっと住所教えて、あと100万円ぐらい持っていくわ。いや、遠慮したけど。